第2期名人戦以後の名人戦、第2期は、1962年から1963年に行われ、第1期リーグ戦の上位6名と新参加3名の、K 級によるリーグ戦で、坂田坂尾が挑戦者となり、第1期名人、藤沢秀幸との挑戦手合七番勝負を4勝3敗で、制して、名人となった。1961年から、 本因坊戦3連覇中の坂田坂尾は、名人くらいと本因坊を合わせ持ち、本因坊秀裁以来、選手権制では、初の名人本因坊となった。挑戦者決定リーグ参加騎士は、前期シードの個制限、坂田坂尾、北に実る、半田道元、橋本昌司、藤沢宝斎、新参加の林雄太郎、鈴木悦夫、宮本直樹の9名。目。 持ち時間は各10時間の2日制。リーグ戦は7局目までで、坂田坂を6勝1敗、5制限5勝2敗となり、1963年7月の最終局で、坂田が5を破り、7勝1敗で挑戦者となった。坂田は1961年に最高位、最強戦、日本起因選手権戦、NHK 杯、本因坊。 日本棋院第一位決定戦、王座戦の早米人生を除く七冠を達成し、バチ当たり坂田の異名を取っていた。また、藤沢と坂田はこれまで最高位決定戦、日本棋院選手権戦の決勝でも戦っており、ライバル対決となった。また、リング戦は、今期から三名が陥落することとなり、ハンダ、林、鈴木が陥落となった。七番勝負は、 九月二十九日からの第一局は、坂田一目勝、第二局坂田地語勝ちと、坂田が二連勝。しかし、第三局以降藤沢が三連勝して、坂田を追い詰める。この敗戦の後坂田は、自宅で小五を並べて、精神を落ち着かせたという。第六局は、白番坂田が得意にしていた三三の布石をやめ、一日目の封じ手の藤沢の手が問題で、坂田は、 悪手らしい悪手が見当たりませんと、合成限に評された名曲で勝って、タイとした。最終第7曲では、千番藤沢が3手目で、坂田の岡部を奪う33で始まり、白番坂田の120手目が、逆のぞきの名手と呼ばれる構成に残る手で、坂田が勝って4勝3敗で、明治民についた。坂田は同年創設された、日本棋院最優秀棋士に与えられる、最の、 1> 第1回も受賞。1964年3月には坂田を祝う本因坊名人の会が読売ホールで行われ、1500名の参加者があった。坂田が2連勝3連敗から1勝を返した後の第7局は清井町の福田屋で行われ、握り直して千番の藤沢は3手目に初めて打ったという33で坂田の得意を逆用する。 左辺黒11は一路下の掛け継ぎ、13で一路下に開くのが普通と言われたが、後天の白14を誘って、右辺黒15に回る作戦だった。黒は右辺の白を攻めて、やや厚い形勢と見ていた。中央のマグサジョーンが焦点となった局面で、白2が誰も予想しなかった名手で、以後中央を白が血模様にしてわずかに逆転した。 その後藤沢は動揺して握手を重ね、最後は右下を白に手にされて、178手までで投了。坂田は4勝3敗で第二期名人となった。黒番坂田は序盤で右上で三々の肩付きにずらずら貼って地にしたが、やや利かされだったという。その後下辺の白模様を巧妙に荒らして、細かい局面となった。中央の戦いで黒九が、 敗着で白10となって白優勢となった。212手監白二目勝、藤沢は辛抱を重ねて3連勝した。ありがとうございます。